2019年7月15日に番組が始まってからおよそ4年8ヶ月。振り返ればこれまで175組のアーティストが69号室を訪れました。そして出演したゲストの皆さんからお花やメッセージが。あ、かまってじゃん。69号室の住人、スタッフの皆さん、富山さん、お疲れ様でした。楽しい番組ありがとうございます。富山フェスも待ってます。またお会いしましょう。バイノコ。ノコさん、そうだ、ノコさんが言ってくれてた。こんだけやってるんだったら富山さんがもう集めてね、フェスやったらいいんじゃないみたいな。でも俺はそんな、なんかもう自分が出るっていうのもなんか気が引けるし、そんなちょっと消極的なんですわとは言いつつも、だけどもノコさんは本当にそうやって言ってくれててね、ぜひその時は出させてくれって言ってやってねえな。結局2回やったよ、渋谷ね。そうなんです。だって言ってたもん、スタッフのみんな言ってませんでした？もっと大きなイベントをねやりましょうっつって。あの約束どうなってんですか？もっとでかいとこでやろうって言ってたよ。でもまあそれはまだ分かんない、やれるかもしれないからね。番組というものは一旦その幕を閉じることになるかもしれないですけど、まあその魂は死なせないってことでいいのか。簡単に死なねえけどな、この口調間違ってない？さっきからなんかなんでこんな高圧的に俺言ってんのか、その感覚はあります。ごめんなさい、見てる皆さん。何度も69号室に通ってくれた新生かまってちゃん、他のメンバーからも温かいメッセージをいただきました。今も遠くで聞こえるあの時の